私が日本のことについて考えるときに、どれほど、日本という国に住んでる人とか、日本の文化とか、日本に、あるものとか、どれほど大好きなのかということを、十分表現できないと思いますけれども、神様は生きておられ、世界の人々に一人一人愛しているということを知ってるし、私たちのことを知ってるということを私が知ってますけど、特に日本人一人一人、神様のことを 知ることができるということを、私が知っています。神様は、私たちにいろんな試練とか、難しい、ことを、与えてくださるというか、私たちが難しい、面に遭うときに、たまになぜ、自分がこんなに、苦しまなければならないのかと思うかもしれないんですけれども、私たちが神様に、頼って、彼の、彼の福音、に対して、生きてるならば 本当に私たちがなぜこの、人生に、なんていうのか、私たちが神様に頼れば、本当に、毎日成長、せ、えー、毎日成長する機会が与えられるということを知っています。そして、イエス・キリストは私たちのために、苦しんだということも知っています。彼の贖いは、本当だということも、知っています。